ボビンレース、ボビンレースは、折りの技法を用いたレースである。通常、糸をボビンと呼ばれる糸巻きに巻き、折り台の上に固定した型紙の上に、ピンで固定し支点とする。ボビンを両手で持ち、左右に交差させ交差を、ピンで固定しながら、平折り、あや折り、重ねあや折りの3種類で、様々な模様を折り上げていく。職人の熟練に時間がかかる上、 作成に膨大な時間を使うこと、産業としては、機械レースが流星であることにより、高度の技術を必要とするレースは、現代では商業ベースに乗ることは少ない。アンティークレースやヨーロッパ各地の一部愛好家により、アンティークレースと同等の技術で作成される非常に高価なレースは、糸の宝石とも呼ばれいる。なお、日本では一般的にレースの技法について、 網と表現されることが多いが、ボビンレースの技法は正確には折りである。また、ヨーロッパの各地域では使用される言語により、様々な故障が存在する、ボビンレース用語を参照。ボビンレースの分類には定説がない。通常使用されている技法別の故障に従い、主な種類を挙げる。2世紀から3世紀頃のエジプト、コプトの遺跡から、 糸を巻いたボビンとレースが発見されている。13世紀から14世紀にはパリで組紐が専門の商売となっており、イタリアではアマのブレードが作られていた。15世紀以前には装飾的なレースは存在せず、ボビンレースは単なる縁飾りや生地をつなぐ飾り紐、ブレードとして家庭の婦人たちによって多く作られていた。16世紀にかけて、 刺繍レースが大きな作品として作られていた時代、簡単なパターンのボビンレースはパスマンと呼ばれ、ブレードを組んで作った日用品として時代や場所を特定せず作られていた。英語のレースという言葉が靴紐、組紐、ブレードという意味を持つのもボビンレースの歴史から来ている。装飾品としてのボビンレースは 1520年代半ばのイタリアのベネツィアとフランドルのアントウェルペン界隈で時期を同じくして発祥したとされている。16世紀半ば以降の印刷術の普及に伴い技法はヨーロッパ各地に広まっていった。ベネツィアとアントウェルペンはこの時代最も重要な印刷技術の2大中心地であった。ボビンレースの生産はニードルレスと共に16世紀半ばには ヨーロッパ全域に広がっていた。特に、フランドル地方では、ボビンレースを中心に、レース産業が発展した。16世紀末には、3段4段のボビンレースの、フレーズ、円形の左襟が流行し、フランドル地方のボビンレースは、ヨーロッパ各地に輸出された。17世紀初頭に、フレーズの流行が収束した後も、ボビンレースは広く市民の間の復職流行に、 用いられた。幾何学的な模様から離れ、バロック時代の影響を受けたデザインとなった。ニードルレースが非常に高価であるため、ボビンレースは、ニードルレースを模倣して作られた。17世紀初め、ジェノバのボビンレースが高く評価されていたが、半ばには下火になり、ブリュッセルレースが盛んに作られた。17世紀終わりには、フランドルのボビンレースは、ポアンドフランスを模倣し、 ピエス・ラポルテの製法を完成した。全ヨーロッパで作られるようになり、後にアングル・テールと呼ばれた。イギリスでは、当時この手のボビンレースは生産されなかったが、車指禁指令のため、イギリスレースと呼ばれ販売されいた、フランドル地方とレース参照。ミラノのレースは20世紀初めまで生産されていた。18世紀には、ロココ時代の影響を受け、 各地のレースがその特色をはっきりさせた。ブルッセル、ブル、エ、バンシュ、バランシエンヌ、マリーヌ、ディール、ブロンドなどである。ブルッセルレースはピエス・ラボルテであり、17世紀末より高く評価され、クラバットなどに多く用いられた。ブルージュレースは19世紀以前には目立った特徴がなかったが、この時代には聖職者の衣服などの装飾品を作っていた。バンシュは、 連続糸のレースで、ネージュと呼ばれる模様を特徴としていた。この模様が大きくなると、雲と呼ばれる。バランシエンヌは、18世紀には、連続糸のレースであった。網目は丸いものであったが、1740年頃、四角くなった。マリーヌは、連続糸のレースで、モチーフに太い糸を使い、円に四つ網を、四葉のクローバーの模様を、用いるという特徴があり、 最も美しいレースを生産していたが、18世紀末には衰退した。リールは連続糸のレースで、日本糸の網目を特徴とした。同じ製法は、フランス各地、デンマークのトゥナー、スウェーデンのワルステナ、イギリスのミッドランドでも作られた。ブロンドレースは連続糸のレースで、単純なモチーフで大きな網目を特徴とした。当時の財産目録には、ディエップ。 ルアーブル、フェカン、オンフルールのレースが尊重されていた。これらのレースは、妖精のレースと呼ばれるまでに完成度を高めたが、フランス革命により断絶し、その技法は後世に伝わらなかった。ヨーロッパ各地に伝わったボビンレースは、各地で様々な様式に発達し、その技法は現代に引き継がれている。19世紀初頭、機械チュールの発展によって、 アップリケの技法が誕生し、ボビンレースでモチーフを作り、機械レースのグランドにアップリケした。1830年頃、ジャガード機構が取り入れられ、本物に近いレースの製造が可能となった。作ろうとするデザインのパンチカードを用い、モチーフに応じて縦糸を動かすことで作成された。1883年にはドイツで、ケミカルレースが開発され、 レリーフのあるすべてのレースの模造が可能となった。ボビンレースの黒いシャンティや、ニードルレースのアランソン、アルジャンタンの製造は、フランスの大企業家、オーギュストル・フェビュールの手により、専門家による分業で、集約的に生産し、流行の変化にも対応できるようになった。主攻的な技は、機械レースとは区別され、 称えられていたが、次第に、機械レースの熟練校が完璧に模倣できるようになり、区別は難しくなっていった。バランシエンヌは室内着や下着として用いられ、若い女性の下着はすべてバランシエンヌで飾られた。バランシエンヌの街では作られなくなったが、フランス北部のベイユール、ベルギーのブラバント地方のイープル、ヘントでは、現在もバランシエンヌの最高級品を作っている。 19世紀末には、レースは、機械レースと、同義語となり、手作りレースは、芸術品となった。1920年代には、大量のレースが消費された。ほとんど機械レースであるが、質は保たれ、チュールのドレスの裾に、レースのフリルをつけることが流行した。手作りレースは、フランスやイギリスの植民地で作られた。ポアンドブニーズは、チュニジア、アルジェリア、マダガスカル、 ベトナムなどで、ポアンドクリュニーやドラマルテーズはインドで、ポアンドミラノとポアンドブリュッセルは中国で作られた。第二次世界大戦により、ヨーロッパの手作りレースは決定的に耐え、観光客向けのレース制作賞、余計は未だにレースを作っている人は数少ない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。